中年オタッキーです。今日はね、最初にね、ちょっとカメラをね、ご提供いただきました。これね、この間香ばしい匂いを発して五輪中になったアルファ7000じゃないですよ。これね、ハンドルネームライカ Q さんからね、この間の動画を見て使いますかということで提供いただきました。本当に助かります。本当にありがとうございます。これね、もうこの間のやつとはね、比較にならないぐらいね、程度がいいね。アルファ7000なんですけどね。ちょっと暗いから AF が効かないですけど。うん。こんな感じでね、バッチリ動いてます。この間のやつはね、一応まだ、お家にあるんですけど、まあなかなかいい匂いを発したまま、ずっと臭いです、あのカメラ。焼けちゃったんでね。こんな感じでね、本当にね、ライカ Q さんありがとうございました。まだちょっと試写してないんですけど、存分に使わせていただきますんで。はい、今日の動画はね、アルファ7000じゃなくて、このカメラ、ペンタックスのね、SP ですけど、SP にね、35mm、スーパータグマの 35mm を装着しまして、期限切れのね、TMAX400 を、ドリームロコモティブさんに、提供いただいたんですね。で、これで、撮ってきました。そんな感じでスタートしてまいります。はい、まずはね、このカメラもうね、再々出てきますけど、このカメラでね、試写することが多いのはなぜかって言ったら、まあ、機械式のカメラで信頼性が高いということと、あと撮ってて楽しいんでね、すごくこのカメラ撮って楽しいです。もしね、購入を検討されてる方はね、もう本当に、ね、買っていいと思います。すごく楽しいカメラですね、これね。音がいいしね、巻き上げレバーとかの感触もすごくいいんですよ。で、レンズはね、これ初めて使いました。スーパータクマーのね、35mm の F2.8 だったっけ、F2.8 だったかな。3.5 か。3.5 か。開放ではあんまり撮らないんで、開放 F 値わかんない。それでね、TMAX400 の、期限切りを2年ぐらい期限を切れたやつが、安く入手できたんで、オタッキーさん使いませんかということで、ドリームロコモーティブさんに提供いただいたんですね。で、普通に使っても面白くないし、僕自家現像してるじゃないですか。で、富士のね、スーパープロドールっていう現像液を使ってるんですよ。で、スーパープロドールはね、どうもTMAX にはね、あんまり相性が良くないっていうね、話をね、ちらほらね、聞くんですね。そんなに言うんだったら俺使ってやろうじゃないかみたいな感じで。ま、現像液をね、その何種類も、保管する場所もないし、どのみちスーパープロドール使うしかないんですけども、スーパープロドール使ってみました。でね、現像液の温度が20度。スーパープロドール SPD を 50% 希釈で、8分15秒現像しました。これ、同じね、コダックのトライ X とか、あと、もう売られてないですけど、ネオパンプレスト400、だとね、だいたい7分ぐらいのね、現像時間になってくるんですけど、ざっくりね、D76 と、D76 での、なんだっけ、トライ X? トライ X と TMAX400 の現像時間の差を計算して、だいたいね、1.15 倍。ぐらいの現像時間じゃないかなということで、1分15秒増しで現像しました。で、8分15秒で現像しまして、大体のね、高結果を得ております。作例をご覧いただきますか。まずね、感じたことがね、スーパープロドールで現像してもしっかり超微粒子なんですね。これ感度400とはね、思えない仕上がりだと思うんですけどね。で、TMAX400 の特徴としてはね、結構ハイコントラストで出るんで、
っていう話なんですけども、これはね、ちょっと柔らかい調子で出てるんですよ。で、現像液のせいかなっていう人はいると思うんですけど、2年期限切れになってますんで、だいたいね、期限切れのモノクロフィルムってちょっと柔らかい方向に、出るんだと思うんで、これはね、通常の、まあ、ほぼほぼね、通常の仕上がりだと思います。本当はね、TMAX デベロッパーっていうね、コダックの、現像液を使わなければ、ならないというか、そっちの方がいいということなんでしょうけど、まあ、最低でも D76 だっていう話ですけどね、別にね、富士の、スーパーフロードで現像してもね、大丈夫だと思います。で、現像液は結構汚れますね。で、定着はね、富士フィックス で定着したんですけど、富士フィックスで定着すると、まあ、定着液がもう真っピンクになるぞっていう話も聞いたことがあるんですけど、別に定着液は汚れなかったです。現像液だけはしっかり汚れました。仕上がりはね、すごくいいと思いますよね。まあ、皆さん見てどうですかね、トライ X とか、ケントメアとか、まあ、そういう、旧乳剤の、フィルムに比べると、やっぱ断然微粒子ですし、快調もものすごく豊かですね。T-MAX ね、評判通りいいフィルムだと思います。で、コダック処理でっていうね、現像に出すとね、コダック処理って言って高く取られるんですけど、コダック処理じゃなくてもいいような気がしますけど、まあ、それはラボさんがどのぐらいのデータを持ってるかにもよりますね。これコダック処理でなかったらもしかしたら玄関現像みたいな感じになってくるかもしれません。だから200とか100で撮った方がいいのかもしれないですね。そこはちょっとはっきり分かんないですけども、まあ、自家現像でね、SPD を使ってると、まあ、ミクロファインを使ってる人もね、1.15 倍ぐらいの時間をかけたらね、おそらくは、TMAX400 の現像。TMAX100 もいけるんかな。で、ミクロファインの方がどっちかっつうとおすすめですかね。ミクロファインはね、まあ、T 粒子、の現像には向いてると思うんで、SPD よりはもしかしたらミクロファインの方が向いてるかもしれません。はい、まあ、今日のね、動画、こんな感じなんですけどね、35mm のね、レンズ、初めて、単焦点で僕 35mm 全然持ってなかったんですよ。今までずっとね、単焦点の 35mm って持ってなくて、一眼レフで 35mm を使ったのは初めてだったんですけど、ね、寄ればね、しっかり、これ1000分の1の F8 とかで撮ったんですけど、寄ればしっかりボケますし、やっぱね、スーパータクマいいですね。ボケがすごくいいですね。で、撮ってても楽しいしね、まあ、T-MAX の仕上がりも良かったですし、今回のはね、結構いい写真になりました。まあ、被写体がね、微妙なんですけどね、被写体はもうパーキング、寄りのね、パーキングとかで撮りましたけど、どうしてもね、どっかに撮りに行ってっていうノリではないんで、こんな感じの写真になりますね。はい、今日の動画はこんな感じです。で、今日はね、やったやっちまったのコーナーはお休みになります。で、視聴者様の、写真の紹介になってまいります。はい、視聴者様の作品の紹介のコーナー、今日のトップバッターはね、北野隆さん、タイトルは分身、カメラはヤシカエレクトロ 35GT、フィルムコダックのカラープラス200ということで、カメラの北村にてジャンク500円で購入のカメラ、ちゃんと撮るか試し撮りと、私の動画でね、綺麗に、撮れてるの見て、見ていましたが、改めてものすごく良い写りに大満足という、花には詳しくなくて花の名前は分かりませんということだけど、これ、室内の窓際でね、窓から入ってくる光をね、利用して、反射ね、窓ガラスに反射して、まあ、分身ということを、タイトルにしたんですけどね、これ、自説ネタで非常にいいですね。写りもすごくよろしいですし、外出ね、制限、の時代になってるんですけども、これ家の中でもね、こういう写真が撮れるということでね、今回はね、これ、次回からね、この写真が、作品投稿コーナーの、タイトル画面になります。北野隆さん、ありがとうございます。自説ネタということでね、いい写真ありがとうございます。はい、次がね、
和賀さんの作品、タイトルがね、眠いにゃん、ソニーの α700、 ミノルタの100、200、ですね、コロナで出かけられないので近所の公園をウォーキングしながら撮影、野良猫ですが丸みがあり可愛げがありますということで、まあ、確かに丸々太ってますね。これ野良猫にしてはよく太ってるな。みんなから餌もらってる感じかな。ポカポカ陽気の中ね、あの日向ぼっこして寝てるんでしょうけど、これね、100、200って普及版のズームレンズですけど、ものすごい改造ですね。さすがはミノルタ。100、200を使ってるあたりが渋いですね。あの100、300行きたがるとこなんですけど、やっぱ2倍ズームの方がね、レンズ的にはいいんですよね。あの色もいい感じで出ておりますね。はい、和賀さんありがとうございます。で、一都市九さんだ。次が一都市九さんの作品、2枚組になりますね。これ繋がって送ってきたんですけど、分けて、2枚で表示します。ネタ切れで申し訳ありませんということで、スノーフレークとスズランということでね、カメラがオリンパスペン EE2、フィルムがケントメア100になります。これなんですけどもね、あのペン EE2 ですけど、強い光の下で撮っておりますんでね、あの十分絞り込んでね、シャープな写真になってます。露出系もしっかり動いてますね、これ。なんですけどもね、もうちょっと工夫が必要かなって。実はね、あのペンでね撮って作品にするのってすんごく難しいんですよね。あの一としきさんもね痛感してると思うんですけど、僕もよく思うんですけど、あのペンってね、そのパンフォーカスなんで全部にピントが合うんで、あの作品にするのはね相当ね、あの苦労するということになるんです。あの普通に撮ったらね、もう普通の記録写真みたいになってしまうんですね。だからね、もう見上げる構図とかね、見下ろす構図とかね、なんかいろんな工夫をしないとね、作品になってこないんでね、まあ、ネタ切れということで、言ってるんですけど、もう一つの写真を多分送ってくれたんだと思うんですけど、次はね、頑張ってね、考えてね、ペン E2 でね、見事な写真をね、送ってくださいね。はい、一都市九さん、いつもありがとうございます。次がね、侍ジャパンさんの、投稿。過去写真ということなんですけど、まあもうね、今、撮りに行けないんでね、去年の写真ということで、1枚目がね、朝方の前浜線路。カメラオリンパス 35RC、フィルムがね、富士ベルビア100。2枚目がね、ペンタックス MX、FA リミテッド 43mm F1.9、フィルムが富士プロビア100の期限切れということなんですけども、1枚目がね、これね、光の境界線で線路沿いに咲くチューリップ、を撮っておりますね。2枚目が、これダム湖の一角でね、空の反射が、ダム湖が空の反射、で光ってるところですけどね、侍ジャパンさんはね、光の使い方がうまいですね。ね、1枚目も2枚目もそうですけど、光がね必ず噛んできてます。で、光の境界線をねうまく使ってね、印象的な写真になってると思います。素晴らしいと思いますね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次ここまでか、ここまでか。今日4名ということですね。はい、相変わらずね、作品投稿を募集しております。別にね、古い写真もいいですし、季節外れの写真でもいいです。今ね、外出をね、規制されということで、写真なかなか撮れないと思いますんで、ただ、結構ね、いろんな人がね、その、撮れない撮れないって言ってますけども、徳島県のね、もう個人になるのかな、写真家の方のね、ちょっと言葉を借りますと、光と影を、自在に操ることができれば、すべてのものが被写体になるって言葉を残されてるんですね。僕もそうだと思うんですよ。印象的な光が当たる時間にね、ちょっと近くに出れば、例えば道側に落っこしてる空き缶とかね、郵便ポストとかでも十分被写体になるんですね。平凡なね、撮り方で撮ると、ただの記録写真になってしまうんで、見上げる構図とか見下げる構図で印象的な光の時間に、写真を撮るとね、何でも被写体になります。僕もね、最近そのパーキングで椅子とかね、そのロードコーンとかを撮ってますけど、
そうなるように努力してます。僕のね、そのセンスとか能力がいまいちなんで、そこまで印象的な写真にはなってないと思うんですけど、自分なりにね、やっぱあの光が、いい光が当たってて、ああなかなか見れる写真になるなと思ってます。で、皆さんもね、ちょっとその光と構図、それでね、工夫してね、あの撮ってみてはいかがでしょうか。本当にね、道端にね転がってる石ころでもね、マクロで撮ったら被写体になりますよまあそんな感じで頑張ってみてください。でこれからはね、俺のカメラのコーナーになります。はい、俺のカメラのコーナー、まずは野良旅人さんの俺のカメラ、ミノルタ XD35105 のマクロということで、2015年12月撮影ということですね。中学2年生の時に新品で購入して40年間愛用しているカメラです。レンズは数年前に3500円で購入、カビ曇りなくベストな状態、カメラモルト張り替えオーバーホールを経て現役ですということで、所有レンズはね MD6ニューロックオールで 50mmF1.4、 35105マクロ、2435、70-210 の4本だけですということですけども、いやミノルタ XD ね、ずっとね欲しいなと思ってるんですけど、これ高いですよね。40年経ってもね、ずっとね、あのその当時買ったのをね現役で使ってるのね、羨ましい話です。僕のカメラはね、大体がね途中で入れ替わってるんでね、長いこと持ってるのはね、AE1 のブラックだけですかね。で1枚目の写真なんですけどもね、これねもうちょっと構図が、例えば、まあこれ横位置になんねえか、もうちょっとねカメラが大きかったらこれタイトル画面級の写真でしたね。惜しい。ちょっとね、俺のカメラのタイトル画面にしてはカメラがちっちゃいです。トリミングしてきてもよかったんですけどね。まあ、そんな感じですかね。ドラタビートさん、ありがとう。旅人系だね、間違える。すいません。次が、おみそさん。おみそさんの俺のカメラ、これ長々と文章が来てるんですけども、父のフィルムカメラ資産を継承し、デジタル一眼は F マウントを買い足してきましたが、フィルムカメラここ10年余りフィルムシャッターを切っていません。今となっては問題なく動くのが分かりません。2枚目の200万画素時代のデジカメ、色味がおかしいものが多く、そのこだわりからコンパクトカメラ初号機からオリンパスばかりが揃いました。3枚目、去年ミラーレス一眼に手を出し、一眼とコンデジのメリットを合わせたような手軽さと高画質に期待です。最近過去のフィルムを4800万画素カメラによる接写でデジタイズする際、改めてフィルムの保存性と写実性を見直しました。機会があったらフィルムの撮影もしてみたいと思いますということですね。ニコン FE、F401、D530、D750、D500、 オリンパス XZ2 で撮影ということですね。結構カメラたくさん持ってますね。これ紹介しきれないな。ただね、あのこの1枚目の写真ね、これ縦構図じゃなかったらタイトル画面級の写真でしたね。惜しい。ちょっとね、あのタイトル画面は横構図っていうことで、タイトル画面にするためにはやっぱ横にしたいっていうのがあるんでね、これ光の加減がね素晴らしくいいですね。はい、おみそさんね、ありがとうございます。初投稿ですよね、多分ね。またね、あの、投稿してくださいね。はい、で、今日はね、俺のカメラ3名いきます。ジンフリークスさんかな、の俺のカメラ。ペン FT ですね。ハーフカメラ、デジタルカメラの逆な方向な感じ、ということで、オリンパスペン FT、 レンズはペン F マウント、 F 随行オート S、 38mm、 G 随行オート S 40mm、 E 随行オート T 100mm、 E 随行オート T 150mm、ということで、広角側のレンズが欲しいところですが、なかなか状態の良いものに出会わず、あってもとても高く、そうなんですよ、ものすごく高いんですよね。みんな分かってるんですよ、これ。ペン F、ペン FT のね、標準レンズは 38mm なんですけど、明らかに長すぎるんですよね。これ書いてくれてるんですけど、35mm 換算で 55mm なんですよ。
で、あのパシャパシャ撮るんだったらね、35ミリぐらいのねフィルム、レンズが欲しいとこなんですけどね、35ミリとなるともう20ミリなんですけど、20ミリのレンズ確かあったと思うんですけど、ものすごく高いんですね。あんまり売れてない上にみんな分かってきてるんで、すごく高いものになってるんで、なかなかなんですよね。で、このね写真なんですけども、いや、これペン FT をね2台お持ちでレンズを並べて、これね逆光の中、背景をね逆光でオーバーで飛ばして、いや光の使い方がなかなかですね。ファインダーからね入ってきた光がね、レンズに光ってるっていうのもね、一眼レフカメラらしいところが出ておりますね。そんなわけでね、ちょっとジンフリークスさんのこの写真、次回からねタイトル画面にさせていただきます。ちょっとね、ディフェンディングチャンピオン2週で終わっちゃいました、すみません。ね、俺のカメラのコーナーね、なかなかね皆さん工夫を凝らしてね、いい作品がどんどん出てきました。面白くなってきたぞと。外出規制の中ね、家の中でね、写真を撮れるという意味では俺のカメラのコーナーは注目かもしれません。今後ねちょっと作品紹介のコーナーと数が逆転していきそうな気がしますね。はい、今日のね動画はこんな感じです。やったやっちまったのコーナーもね募集しておりますんでね、なんかネタがあったらね、写真にして、送ってください。わかりやすくして送ってくださいね。はい、今日の動画はこんな感じで、なんかね、YouTube のね、広告が足りてないらしいですね。その、コロナウイルス不況でね。で、僕の動画もね、再生回数はそんなには減ってないんですけど、収入が激減してます。もうこれどうしようもないですね。もう手、お手上げって感じですね。まあ、懲りずにね、動画はアップしていきますんで、また応援していただければと思います。で、チャンネル登録まだの方はね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録してある方もね、ツイッターとかでね、シェアしていただければ嬉しいと思います。一応僕ね、ツイッターもやってて、ツイッターのね、アカウントは中年オタッキーで検索したらすぐ出てきますんでね、まだツイッター、僕のツイッターチェックしてない方はね、ぜひぜひ、チェックしてください。で、この動画、私の動画をね、最近見に来たっていう人はね、再生リスト、僕のね、動画のページの再生リストからね、行くとね、昔の動画とかにもアクセスしやすくなります。ジャンル分けしてありますんで、ね、外出自粛規制の中、お暇にしてる方は多いと思いますんでね、よろしかったらね、いろんな動画見ていてください。撮影技術にね、特化したやつとかもありますんでね、いろんなカメラも紹介しております。はい、今日の動画はこんな感じになります。ちょっとね、もう夜中の1時10分か、寝なきゃいけないんでこの辺で終わっておきます。また次の動画までお待ちください。それではごきげんよう、さよなら。